なカレーニナ。トルストイ。前回の続きからです。彼女は額にシワを寄せて、彼の言うことを理解しようと努めた。けれど彼が説明しかけるや否や、彼女はもう悟ってしまった。わかりますわ。まず相手が何のために論争しているか、それを知らなくちゃならないんですわね。そうすると初めて。彼女は両便が拙い言い方をした思想を完全に察して、はっきりと表現したのである。両便は喜ばしげに微笑した。ベツホと兄を相手の混乱した言葉ばかり多い論争の後で、一足飛びにほとんど言葉を用いずして、この上もなく複雑な思想を表現し得る。意図も簡潔に、明瞭な心と心の交流に移ったために、何かほっとするような思いであった。フィチェルバツキーは二人のそばを離れていった。で、キチーはそこに出ているトランプ卓の方へ行って、その脇に腰を下ろし、チョークを手に取って、新しい緑色の螺旋の上に丸い形をだんだん大きく描き始めた。二人は食事の時の話、つまり夫人の自由と職業という問題を蒸し返した。両便は女の子というものは結婚しなくても家庭の中で女にふさわしい仕事を発見することができるというドリーの意見に賛成した。彼はこの意見を裏書きするのに、いかなる家庭も助手となるべき女なしにはやっていけない。貧乏な家でも金持ちの家でも、雇い人なり身内なりのバーヤがいるという事実を持ち出した。違いますわ。とキチーは顔を赤らめながらも、そのためにかえって勇敢に、真実味のあふれた目つきで彼を見ながら言った。女ってものは身を卑しくしなければ家庭の中へ入っていけない。そういうふうにできているのかもしれませんわ。自分だけでは。両便はただ暗示だけで彼女の意のあるところを悟った。ああ、そうです。と彼は言った。そうです、そうです。そうです。あなたのおっしゃる通りです。あなたのおっしゃる通りです。で、彼はウェッソフが食事の時、夫人の自由について論証せんとしたことを残らず理解してしまった。それはただキチーの胸に処女の恐怖と卑下心を見て取ったからである。両便は彼女を愛するがゆえに、この恐怖と卑下心を直感し、一挙にして自分の論拠を撤回したのである。沈黙が訪れた。彼女は依然としてテーブルの上にチョークで線を引いていた。その目は静かな光に輝いていた。彼もその気分に同化しながら、自分の全存在に絶えず成長していく。幸福の緊張を感じた。あら、私はテーブルにすっかりいたずら書きしてしまいましたわ。と彼女は言い、チョークを置いて立ち上がりそうな気配を見せた。この人なしに一人取り残されて、俺はどうしてやっていくのだ。と彼はぞっとしながら考えた。彼はチョークを取った。待ってください。とテーブルに向かって腰を下ろしながら、彼はこう言った。僕は前からあなたに一つお尋ねしたいことがあったのです。彼は相手の怯えたような、とはいえ優しい目をひたと見つめた。どうぞ言ってください。こうなんです。
と言って彼は次の頭文字を書いた。いあぼそでなおそえそあ。これらの文字はこういう意味であった。いつぞやはあなたは僕にそんなことはできないとおっしゃいましたが、それは永久にですか、それともあの時だけですか。彼女がこの複雑な句を解き得ようとは思いもよらぬことであったが、彼はこれらの言葉をキチが解いてくれるかどうかに自分の全生命がかかってでもいるような顔つきでじっと彼女を見つめていた。彼女は真面目な様子で彼を眺めたが、やがてしかめた額を片手に支えながら読み始めた。時折、私の考えていること当たっていますかしら、とでもささやくように彼の顔を見上げるのであった。わかりましたわ、と彼女は赤い頬をしていった。これは何という言葉です。永久にを意味する絵の字を指しながら彼はこう尋ねた。これは永久にって言葉ですわ、と彼女は言った。でもそれは違います。彼は手早く自分の書いた字を消して彼女にチョークを渡し立ち上がった。彼女はあわそへでなと書いた。ドリーはこの二人の姿を見たとき、カレーニンとの話に引き起こされた悲しみをすっかり忘れてしまった。キチーはチョークを手に持って臆病なしかし幸福そうな微笑を浮かべながら下から両瓶を見上げているし、両瓶は美しい姿勢をしてテーブルの上にかがみながら燃えるような目をテーブルと彼女の方へ変わる変わる注いでいる。と、不意にその顔がさっと晴れ渡った。彼は半じた。それはあの時私はそれより他の返事ができなかったのです。という意味であった。彼は物問いたげな、臆病な目つきで彼女を見合った。ただあの時だけですか？ええ、と彼女の微笑が答えた。じゃあ今は？と彼は尋ねた。それではこれを読んでください。私自分の願っていることを、心から願っていることを申しますから。彼女はまた頭文字を書いた。もああわゆくで。それはこういう意味であった。もしあなたがあの時のことを忘れて許してくださることができたら。彼は緊張のあまり震える指でチョークを取り、それをポキリと折って次の意味を頭文字で書いた。僕は何も忘れることも許すこともありません。僕は絶えずあなたを愛し続けていたのです。彼女は頬に微笑を凍らして彼を眺めた。わかりました、とささやくように言